ロングブレス、2つの呼吸法をご紹介したいと思います。ロングブレスは強い呼吸、長い呼吸でインナーマッスルを収縮させて体脂肪、内臓脂肪を落とし、健康で美しい体を作ります。私はこのロングブレスの呼吸法で腰痛を治しました。それでは1番目の呼吸法です。一番大切なのは呼吸の強さですが、フォームも大事です。よく見てください。このお尻ですね、お尻にエクボを作ります。一回こういうふうにつま先立ちになってお尻をギューッと締めます。で、かかとを落とします。後ろの足に 90% 体重をかけます。この前足のラインからまっすぐ、上体をまっすぐ、絶対こう反らないでください。反ると腰痛の人はもっと腰が痛くなります。まっすぐです。そして吐くときに前のめりにもならない、後ろにもいかない、まっすぐのままそのままそのままのフォームでやってください。で、3秒で吸って7秒で吐きます。この足がどうしてこうクロスしているの、お尻を締めたいからです。いいですか。いきます。3秒で吸って7秒で吐きます。その7秒で吐くとき、7秒均等じゃなくて最初の3秒か4秒で思いっきりブーッと吐いてしまってください。そして7秒そのまま吐き続けてください。呼吸の強さが一番大切です。インナーマッスルの奥まで届かせます。いいですか。いきますよ。体全身に、すべてに力を入れます。足も足首も手も胸も全部力入ってます。いいですか。ラストです。思いっきり力を入れてください。強い呼吸です。汗が出てきます。それでは2つ目の呼吸法です。今度はさっきは吐くとき締めましたよね。今度は吸うときも吐くときもお腹を思いっきりへこませます。3秒で吸うときにへこまします。7秒で吐くときにもっとへこまします。だからお腹と背中がくっつくイメージ、くっつくイメージにしてください。おへその下に丹田があります。丹田を押します。背中も押します。いいですか。これも6回ですよ。お尻を締めます。あと2回頑張りましょう。お尻締まってますか。はい、これがロングブレスの2つの呼吸です。3秒で吸って7秒で吐く、それを6回ですね。
2つの呼吸法で2分です、1回たった2分です、できるようになるまで1日3回から5回ぐらい続けていただくと、腰痛の方もシェイプアップしたい方も、早く結果が出ると思います。皆さんこれから夏に向かって体を締めるチャンスです。腰痛も治すチャンスです。美しい体、健康な体は努力なしではできません。皆さん夏に向かって健康な体、美しい体を作りましょう。